岩手を拠点に国内外で活躍しているジャズピアニストがいます。岩手に住むことにこだわりを持ち音楽活動を続けている一人の女性をご紹介します。グッドラックストーリー。盛岡市在住のジャズピアニスト馬場陽子さんが音楽に出会ったのは5歳の頃。ピアノの音色に感動を受けピアノ教室に通い始めました。初めはピアノがなくてですね、でもやっぱりピアノを弾きたい、ピアノを弾きたい、あの美しい旋律はピアノじゃなきゃ出せないんだって、そしたら両親が買ってくれたのがこのピアノで、なので小学校に入ってからの付き合いですね。このことは岩手大学在学中にジャズとの衝撃的な出会いを経て本格的に演奏活動をスタート。2011年にはファーストアルバムをリリースし、名実ともにプロのジャズピアニストとなりました。ジャズの中にはアドリブという即興演奏の部分があるんです。その中に言葉ではなくてこの音の波を使った会話ができる、それが非常にもうリアルで心にダイレクトに届くっていうのが魅力ですね。2012年にはアメリカでソロコンサートツアーを実施、ラジオ出演やストリートライブを行いながら岩手の観光パンフレットを配り、ふるさとの魅力を PR しました。岩手って心がため息をつける場所だなと思ってるんです。ふるさとに対していつも深い愛情と感謝を持っていて、その情景をたくさん表現したい。岩手での活動にこだわる馬場さんは小中学校でのジャズワークショップを行うなど地域ボランティアにも力を注いでいます。もう一人でも多くの方に音を通して出会えるように、もう全国全都市を回りたい、そう願ってます。演奏を一生続けていきたい。音楽というのはここでいいというものがなくて、どん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 上がっていく、それに常に私は挑戦をしていきたい。心の情景もふるさとの情景もより深く皆さんに伝えられるようになりたいです。岩手を愛し岩手を発信し続ける女性ピアニストがいました。岩手の風を全国へ、グッドラック。おもてなしの気持ちを大切にし、相手のことを一番に考え行動します。グッドラックストーリーは行楽グループの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをご紹介します。